ちです。ピピピです。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと！え、めっちゃうるさかったよね。そんなこと置いといて、前回出した白 T の着回し動画に引き続き、今回は黒 T の着回し3コーデをご紹介していきたいと思います。3つもこれやんな。今回着回してくアイテムはこちらです。ピン！ユニクロのメンズの T シャツを使用していきたいと思います。メンズでちょっとオーバーサイズで、なおかつ黒の T シャツなので、まあ結構カジュアルに男の子っぽくなりがちかなと思うので、今回は女の子らしさをプラスしたようなコーディネートを組んでみました。前回の白 T 動画でも、この T シャツのめちゃめちゃ大好きな点は熱く語ったのですが、まあお袖が長くて二の腕が隠れたりとか、今の季節でも一枚で着れる、めちゃめちゃ使える T シャツになっております。白 T の着回しは前回の動画でアップしているので、よかったら概要欄から見てみてください。まあ、黒 T とか白 T って安く買えて誰でも着れるアイテムだと思うんですが、まあ、誰でも着れるアイテムだからこそデニムにスニーカーのワンパターンになったりとか、まあ、結構雰囲気をガラッと変えるのは難しいんじゃないかなと思うので、ぜひこの動画が黒 T の着回しの参考になればなと思います。それでは早速動画いくぞ。皆様はじめまして、今回ナレーションを務めさせていただきます BLK と申します。 BLT BLK パンの一種でございます。美味しいフレッシュなパンでございます。ここがお肉で、ここがトマトとベーコンになっております。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。一コーデ目はオールブラックコーデ。ボトムは白と黒のギンガムチェックのスカートを合わせて、コーデのポイントに黒のバケットハットは、髪の毛は緩く下ろして女の子らしくグッとカジュアル感を増したい方は三つ編みなどをするのもすごくおすすめです。足元まで黒にしてしまうとどうしても重すぎる印象になってしまうので、ここは白を合わせてバランスを取りませう。靴の色に合わせてカバンも白を使ったものにするのがポイント。クリアなアイテムを合わせるとよりスッキリした印象になるわ。やはり一番大事なのは色合わせよね。クリアを持っていない方は真っ白なサコッシュやウエストポーチなどを合わせるのが可愛いんじゃないかなと思うぜよ。ぜよって何？失礼いたしました。2コーデ目は寒色のボトムに合わせたコーディネート。今回はブルーの柄物に合わせてみました。寒色のボトムと黒のトップスを合わせる場合、少しふわっとした女の子特有の温かさが欠けてしまうので、ここはあえて差し色にベージュを使うことによってふわっとした女の子らしい印象になることができます。ここめちゃめちゃ重要よ。寒色と合わせたコーデにベージュを1箇所だけにしてしまうと少し浮いてしまうので、必ず2点使いをいたしましょう。今回は帽子とヘアアクセの2点使い。髪の毛もふわっと女の子らしさを出すためにツインテールにリボンアレンジで可愛らしさとこなれ感をプラス。ツインテールや三つ編みアレンジをするときは必ず前髪をシースルーにして芋臭い女の子感をなくし、抜け感のある女子を演出しませう。フェウ。3コーデ目は全体のカラーをベージュにして、あえて黒をアクセントで入れたコーディネートでございます。スカート、アウター、ヘアアクセは全てベージュ系でまとめてみました。トップスの黒がコーデのアクセントになっているんだけど、ここでポイントが、トップスだけでなく靴も同じカラーでまとめることによってよりまとまりのある印象にしてくれます。今回はベージュをメインで使っているので、全体的にのっぺりとした印象にならないように髪の毛はアップスタイルですっきりと、お団子の毛先はしっかり目にくるっと巻くのがこなれ感のあるお団子にしてくれますわよ。以上 BLK がお送りいたしました。美味しくいただいてくださいね。以上、ユニクロの T シャツを使ったクルティ着回し3コーデでした。いかがでしたでしょうか。今回のコーデはブラックでまとめたコーデだったりとか、カラー物のボトムをメインで使ったりとか、黒以外のカラーを全部淡いカラーでまとめたりとか、まあ、結構全体的に雰囲気はガラッと変えられたんじゃないかなと思います。まあ、黒 T のメリットとしては、まあ、なんといっても着痩せする。まあ、なのでボトムに結構淡いカラー合わせたりとか、まあ、このボトムちょっと体型気になるかなっていうものがお家にあったら、トップスを黒にすることによって全体のバランスがキュッと細身に見えるんじゃないかなと思います。まあ、なおかつこれはね、袖も長いので普通の黒 T よりもさらに細身するんじゃないかなとは思います。ふわっとした柔らかい印象にしたい方はグレーやネイビーなどの中間色を選ぶのをおすすめします。顔のカラーとか肌の色とかを白く見せたい方は、まあ、黒がおすすめです。今回ボトムをすべてロングスカートにした理由としては、黒の T シャツってなるとパンツ合わせるとこうカジュアル感がめちゃめちゃ出ちゃったりとか、男の子っぽくなりやすいのかなと思って、もちは結構カジュアルだけど女の子ら
らしさがあるお洋服が好きなのでロングスカートを選びました。まあ、もしパンツを合わせてカジュアルなコーデが見たいっていうみんなからの声があったらまたちょっとそういう動画も作っていきたいなと思います。前回の白 T 動画を含めてどのコーデが一番好きだったかぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。いや結構可愛かったくない？いやこれはマジで週4で黒 T 着てもバレへん。いやバレるか。本日もお忙しい中動画を見てくださって本当にありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。毎日22時からインスタライブもしておりまして週末のお買い物に今買うべきアイテムを紹介する週末ももチェックという企画もやっておりますのでもう夜暇すぎて死にそうやわっていう子がいたらぜひ見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。ベイビーズ謎のバイバイ。